ピーバースデーディーサーン。はい、こんにちは。今日なんですけれども、私 D さん34歳になりました。わい、笑い事じゃ済まされねえ。いや、来年ね、もう35歳でアラフォーっていうことで、いよいよやばくなってきたんですけれども、今日はね、まあ、せっかく誕生日なので、まあ、好きなものを食べてやろうということで、スーパーに行っていろんな好きなものを買ってきました。で、誕生日が終わって9日ぐらいからちょっと減量していきますので、まあ、その前に今日はスペシャルデーということで、好きなものを爆食いしていきたいと思います。せーウェイということで、こちら私の好きなものだけを集めました。はーい、まずこれね、これチキン南蛮ね。チキン南蛮すごく好きで、ナポリタンね、俺子供っぽいからナポリタンとか好きです。はい、マカロニサラダね。マカロニサラダってうまいよね。次寿司ですね。で、寿司はね、詰め合わせみたいなのがあって、まあ、イクラとかウニとか食べたかったんですけど、俺マグロが食べれないから、ちょっと今回はこちらのサーモンとアナゴ単品で売ってたので買ってきました。はい、で最後は、安定のピザハットでございます。おい、ということで独身男が、今から一人で寂しく食べますけれども、今日はその模様をお送りしたいと思います。ということで、いただきまーす。はい、好きなものばっかりです。本当に揃えたからテンションは上がってます。はい、まずはちょサーモンからね。味が一番薄いやつからいきます。うん、侮れない。美味しい美味しい。なんだろう、サーモン嫌いな人って本当にいないよね。うん、若返りのアスタキサンチンたくさん入ってるので、俺もちょっともう年取ってきたから若返らなきゃいけないからね、年齢に逆行して頑張りたいと思います。はい、ちょっとピザね、冷めないうちに食べます。あー、やっぱりピザはね、やっぱり誕生日で食べたくなる。いただきます。うん、うん、うまい、うまい。マカロニサラダってめっちゃ好きなんだけど、俺すごくシンプルなものがいい。もう本当にマカロニと卵だけみたいなのが一番好きです。もうキュウリとか入ってるとマジでイラッとするから、本当に。だから僕はもう何も入ってないシンプルなマカロニサラダがいいです。ナポリタンもうまいよね、これスーパーので。俺ね、ナポリタンはぬるいナポリタンが好きなの、わかる？熱々のナポリタンじゃなくて、もうぬるいナポリタンが好き。うん、はい、ちょっと隠れてるね、チキン南蛮が。ちょっとチキン南蛮いきます。うん、結構くるな、このチキン南蛮。ボリュームがやばいから、これ。うん、チキン南蛮やべえな、マジで。ボリュームがえぐいてー、えぐいてー。ガードもいいな。マヨもあるね、中和。味が濃いからね、マヨもあるね、中和。
それももう34歳なんで、まあ、34歳の抱負、まあ抱負ではないんだけど、ちょっと人間ドック一回行っとこうと思って、うん、お酒をすごく飲むんですよ。でね、やっぱり家にいる時でも一人でも飲むし、やっぱり外飲みに行くと普通にやっぱり朝までとか、うん、調子いい時は昼までとか飲んじゃうんですよね。プラスボディメイクでこうコンテストボディを作るってなると、それはもはや健康体じゃなくて不健康生活になるから、そういう面も合わせてちょっと一回人間ドックちょっと早めに行っとこうかなと思います。はい、だいぶキルキス、これが効いてるわ。このチキンナンバーえぐいてえぐいてー、最後めんめんが残っちゃいましたね。なんかめっちゃきつかった今日。ごちそうさまでした。おい、今日なんですけれどもめっちゃきつかった。なんだろう、このチキン南蛮とピザの組み合わせがピーネーあパナイ半端ない。平成たぬき合戦ポンポーやん。平成終わるのに。ということで、まあ、私事ですが、34歳になりましたので、まあ、今年も YouTube 力を入れてやっていきたいと思います。あのね、YouTube 用に家借りたから、ワンルームマンションボロボロの、だからちょっとそれもね、今後動画でお見せしますのでよろしくお願いします。D さんのバースデー爆食いでございました。おめでとうございます。俺の子で俺や。それでは、